はい、皆さんこんにちは、リクトです。さあ、今回はですね、今季2024夏アニメ評価爆上げ先ということでですね、まあ最近実は失速を感じていた、いやもうダメかもしれないと、まあ一時はですね、当初は面白いなと思ったんですけど、だんだんとあれれとなってきていた。今回全2タイトルですね、6話まで最新話見させていただきましたので、まあ、その正直すぎる感想ということですね、今はレビュー動画撮っていきたいなと思います。で、まあ、各2作品紹介しながら、各作品最初はネタバレなしで、この間はありということでそれぞれの構成やっていきますので、まあ気になった方はですね、まあ、それぞれの、まあ、各作品の、まあ、冒頭部分見てない人はまだご覧いただけたらと思います。見てる人に関してはね、その後もね、ご覧いただけたらという、動画になっております。はい、ということで、いやーまあやっぱね、結構まあ今期もね、いろいろとまあ新作が、まあこの先、今回どっちも新作なんですけれども、いろんなね、本当クセ強タイトルもある中で、この2タイトルに関してはですね、まあやっぱこうマンネリ化だったりとか、まあテンポ感の問題とか、まあ一つはね、作画がちょっとやばいんじゃないかっていうところもあったりっていうことだったんですけれども、6話でね、おもれっとねなってきましたので、まあ個人的にはやっぱすごい嬉しい、とこでしたし、まあ、今期アニメっていうこと、今期2024夏アニメとして見てもですね、非常に良かったなというのを思っております。というコール、早速ですね、まず1作品目からどんどんやっていきたいと思います。1作品目、紹介していく、レビュー動画、レビュー撮っていく作品、それが、こちらでございます。ハズレ枠の状態異常スキルで最強になった俺が全てを蹂躙するハズレ枠ということでね、ものすごいね、もう胸クソから始まるっていうのは、この実はハズレ枠なんですけれども、まあ最初ですね、まあ異世界に、最近は結構ね、こうみんなが学校とかのみんなが一気に召喚されちゃうっていう作品が多いんですけども、この作品もですね、まあその手のタイプで、で主人公が、まあそのいろいろみんなスキルをね、授かるんですけれども、まあ主人公がそのハズレ枠のね、状態異常スキルを、付与されるというところで、いきなりね、女神とかクラスメイトからもめちゃくちゃひどい扱いを受けて、半ば追放みたいな感じでですね、一人なんかもう普通はもうまだ生き残れないようなところに、進行を置き去りにされてみたいな感じのところから、話がね始まっていくわけなんですけれども、でやっぱそのまあ無駄なストーリーから始まるですね、まあ、進行のまあなかなかすごいんですよ、これがね。なかなかこう進行の戦術といいますか、戦い方みたいなところに面白さがあったりとか、まあその辺ね、やっぱこのハードなストーリーの中でですね、まあ、そのたくましさっていうのもありますし、まあ、そこからのまあ復讐物語っていうところではあるんですけれども、やっぱこう面白さはですね出していたなというのもありました。敵もやっぱ非常に強敵というか強大というかね、まあそうなんかすごいやっぱこう嫌な感じでもあるので、まあその分で、ね、そこを最終的にちょっとね、邪魔してくれるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱねこう楽しみだなっていうところで、見てた中でね、そう、クラスメイトをね、勇者で召喚みたいな、すごい最近どんどん増えてきた感じがね、最近っていう言い方はおかしいんですけど、最近アニメがされてるやつが増えてきたなっていう感じが、してるんですけれども、まあこれも正直、ナロー原作のね、作品というか、ナローアニメ、というところになってるわけなんですけれども、で、まあ、当初からね、ちょっと CG のクオリティが大丈夫かっていうことを言ったりとか、で、かなり原作カットがあるみたいなんですけれども、まあ正直僕はアニメ勢として見てる限りとしてはね、ぶっちゃけ悪くないと思って見てたんですよ。結構話の展開進み遅いなって、最近のナローアニメって展開なんかえげつなくぶっ飛ばすアニメが多いですから、失格もとか懐かしいから異様な速さで進むアニメがやっぱ多かったので、まあそういう影響もねあるのかなとはね、ちょっと そっちに慣れちゃってるっていうのはあるかなと、もうテンポ感の問題もやっぱちょっと感じてたし、まあその内容的にもどうしても主人公のねスキルが結構地味なんですよね。なんかあんま激しくバーン戦うみたいなスキルじゃないので、やっぱまあ状態上スキルですからね。でやっぱそこでやっぱ画面上のやっぱ面白さがなかなか難しいなと思ってた中でですね、6話めっちゃおもろかったというか、本当に完全に騙されたなっていう。結構ねこの先なんか主人公がすごい巧みないろいろ毎回こうやってくるんですけども、なんかこうで2話の時かな、もうびっくりしたんですよ。思わず、こんな展開来るんだみたいな、やっぱこう、驚きっていうのもあったんですけど、まあ、その時はね、半ば予想できたんですけど、今回はマジで予想できなかったし、マジでネタバレ食らわずにね、見る人は見てほしいなっていうのを感じてるんですけれども、はい。ねえ、いや、でも今回はめちゃくちゃ良かったね。ほんとなんか、もともとなんか当初はこう、外れ枠やっぱおもろい枠かなと思っても、配信とかもね、やっぱ人気は高い作品なんですけれども、で、でもやっぱなんか、なかなか難しいのとか、前回もね、作家管理やばかったので、もうあかんかっ
と思ってた中での6話の見事でしたね。作画も良かったんですよね。作画も良かったですし、内容もめちゃくちゃ面白かった。まあ、改めてなんかこう、この作品ちょっとなんかダークヒーローものっていうかね、まあ、そういう、まあ、そのただただの正義のヒーローみたいな作品じゃないんですけれども、まあ、だからこそのなんかその、なんかちょっとあの、エグさみたいのもあれば、エグいですよね、基本的にはね。結構ガンガン人も死ぬ作品ではあるんですけれども、はい。いや、めちゃくちゃね、ちょっと、最新は面白かったなというところで、ちょっとここからね、ちょっとネタバラリで、話していきますんで、ちょっと十分ね、6話、までネタバラリということでご注意ください。ネタバラリ食らいたくない方はちょっと次の作品にまあ飛んでいただけたらと、まあ、ガードさんも変わりますんで、飛んでいただけたらなと思います。はい、ということでネタバラリの感想としてはですね、マジで騙されたということで、いやー、ほんとね、めちゃおもろいって、今回ハズレ役めちゃめちゃ面白かったですね、6話ね。で、やっぱまあ、ハズレ役って面白い作品だなって改めて思ったし、で、やっぱ、ワンクールだけじゃどうしてもね、まあ、女神のとことかまでたどり着けないんだろうなって考えるとね、もう正直2期も来てほしいなっていうのもあって、まあ、やっぱ元々言ってたのがね、結構早くもっとクラスメイトと遭遇したら、女神とね、なんか開講した方が面白いんじゃないかっていうことは思ってたんですよ。だからそういう意味ではかなりこう、姫騎士とかで一緒に行動を共にする中で、思ってる話の隅がね、まあ、敵を倒していくんですけれども、どうしてもパラライズ、ポイズンとかね、まあその結構その状態上スキルですから結構地味さもあってですね、その戦闘シーンとかにどうも面白みが、まあ、その敵とか正直その魅力がなければやっぱどうしてもあんまりね、魅力、面白さが出てこないなと思ってた中で、今回はもうね、やれましたね。人は言う人類最強みたいなね、人類最強キャラのね、シビト・ガートランドっていうキャラが出てくるわけなんですけれども、で、まあ今回ですよね、見事にこうそのシビトのね、まあ、その襲来をなんとかこうね、回避できたなっていう感じだったじゃないですか、今回。だから主人公めっちゃうまいなって、普通に戦ったら負けちゃうからね、今回こううまいこと言って回避してね、また次回、しかも姫騎士もね、まで救ってですね、このピンチを出したなと思って、それで面白かったんですよ、十分今回っていうのは。そもそもそれで、あ、すげえそういうことかって言って面白かったし、またシビト倒すの楽しみと思ったら、これ倒すんかいって感じでしたね。いや、マジでね、そうそう、戦い回避できただけで、お、すげえと思ったのに、まさかこれシビトを倒すとはっていうところめちゃくちゃもろかったね。もう本当に完全に騙されたなって感じで、で、やっぱ、この改めての主人公の強さと、やっぱ、頭がキレッキレっすね。そこがね、また、ものすごい良くて、いや、そのね、やっぱ戦略ですよね。やっぱこう、強さはやっぱもちろんそもそも能力としてもすごいあるんですけど、射程距離みたいなね、結構意外に制約があるんだなとかね、こう、外からいきなり攻撃されたらもう、人ともに前だなとか分かってくるわけじゃないですか、今回で余計にね。もともとそういう、なんか弱みっていうのはね、考えれば分かったことでもあったんですけれども、そこをやっぱ跳ねのけちゃう。その弱みすら跳ねのける、その戦略ですよね、彼の。ねえ、トーカのこの戦略っていうのが、めちゃくちゃ面白かったですね。はい。いや、素晴らしかったなと思って、見てました。はい。ということでね。もう本当になんか、極限の状況下の中で、本当になんかちょっとやらかしたらすぐ殺されちゃうよねっていう状況の中での見せるこの、トーカのこの戦略と、そしてまあそこから時間貯めたらあんな技できたんかっていうところね。スライムですよね。仲間にあったスライムの、力も使って、倒していく。全滅一気にさせていくということで。痺れましたね。ピギマルですよね。セラサーシュレインってね、その姫騎士もやっぱすごいなんか信頼を置いてるんだなってか、普通だったらちょっとビビっちゃいますけど、あんなことしてたらね。なんか意外と同時ないのがちょっとまたびっくりしてて見てたんですけれども。はい。で、まぁ、今回その人類最強から倒しちゃったんですけど、こう考えると、まぁ、女神はやっぱ相当強い。でもなんかその、まぁ、緊密な中にあるから、親密な中にあるから、みたいな感じでね、シビトも言ってたんですけれども、だから女神戦わないっていうこと。まぁ、やっぱ女神はそれ以上に強いのかなっていうところなんですけれども、いやー、でも、だから、相当ね、一筋縄に行かない、さすがに一筋縄に行かないんだろうなと思いながら、ちょっとやっぱ早く戦う、常に早くね、戦ってほしいなと思いながら、最初のレベルの上がり方がやばいですよね、この先。もう千何とかみたいな、ね、その異常なレベルなんですけど、はい。ちょっと女神とね、戦う時は楽しみすぎますし、まあそれは最後になるのかなとか思いながら、とかね、一回戦って一回はちょっと敗走みたいにするのかなとか、ね、いろいろね、考えることはあるんですけれども、ちょっとやっぱクラスメイトもね、だんだんこう、過酷な目に遭いそうな感じなんですけど、そこの対決をなんか見たいなっていうね、すごい思ってますし、はい。でも早かったですね。だから6割は人類最強回避かと思って倒しちゃったんで、そういう意味ではここからどうするのかみたいなね、感じはある。まあ、ラスボスのその女神がいるんですけれども、はい。ちょっと彼の復讐っていうところの、まあでも、騙されましたね。
2話の時はさ、正直ちょっとまあ騙されたけど、なんかちょっと演技ちょっと臭いなみたいな思っちゃったけど、今回も完全にやられたね、うんと思って、その上での強さとか、まあ、クオリティ面っていうところで素晴らしかったなというところで、ハズレ役、評価爆上げ作品、先に上げさせてきました。よかったっすね。まあ、作画さえしっかり持てばね。うん、あとはいいかなっていうのと。まあ、話の展開でしたね、ここからね。またこう、今回6話でガーッと盛り上げてきたんで、仲間が次山を持ってくるのも難しいかなっていう。まあ、僕はクラスメイトと何がそれ合うの方がよっぽど面白いんじゃないかなと思うんですが、まあ、ちょっとここからどんな展開になっていくのか、またですね、楽しみに見ていきたいなと思いますが、まさか今回で、シビと倒してしまうと、全員全滅させてしまうとっていう。仲間来ても逃げずに戦い倒すっていう、まあ、すごかったね、この力技。うん、その時間かかるところのデメリットも今回ね、なんとか回避していくっていうところで見事でしたね。はい、めちゃくちゃ面白かったです。はい、ということでハズレ役でございました。では、まあ、ぜひね、ちょっと女神戦うとかもう完結ぐらい見たい感じですけど、原作に関しては、今もやってるんですね、期間13巻とかあるんだってことはやっぱ全然完結しないのかもね。ちょっとまあじっくりひとまずね見ていって、まあ、2期とかワンチャン来るかなと思ってます。ちょっと応援したいなと思います。はい、ということでやっぱナローアニメが熱いぞっていう感じなんですよね、今期はね。はい、ということで発略でございました。では、続いてですね、2作品目評価爆上げ作品紹介します。それですね、こちらでございます。俺は全てをパリーするパリーということでね、ちょっとパリーも正直ね、やっぱパリーに関してはマンネリ化ですよね。ほんとね、逆勘違いのっていうところで、副題みたいなところにね、ついてるんですけども、逆勘違いの世界最強は冒険者になりたいっていうところで、この逆勘違いっていうのがあまりにもう毎回常に徹底してやるんですよね。徹底してやることによって、ちょっともうええわっていうのと、まあ、俺は全てをパリー、まあ、やっぱ最強系主人公、なわけなんですけれども、まあ、それだけで、ま、その無自覚というか、ま、逆に勘違いしてみたい。俺なんてまだまだなみたいな感じでもずっと毎回やってるんですけども、でそんな最初はもうやっぱめちゃくちゃ面白いわけですよ、それでもね。でパリ、俺は全てをパリの意味が分かってくるんですよ、どんどんね。でめちゃくちゃ面白いんだけれども、でヒロインちゃんリーンちゃんも可愛いんですけれども、だんだんとやっぱどうしてもちょっと話がね、それはまあ毎回踊ってたワンパターンというかマンネリ化してきてるところもあってですね。で、まあ、5話にして初めてこう、主人公がピンチになるっていう展開があったんですよ。で、やっぱこの6話次第だなっていうのを僕はすごい思ってて、やっぱ正直をパリ、おもれーと思って見てたんですけど、ちょっとやっぱなんだかんだこう、ね、まあ、ギリギリ、まあ、面白いというか、まあ、中間ぐらいに位置に落ち着いてあるのかなというのを思ってた中で、6話。めちゃくちゃ良かったんですよ、これがね。はい、ということで。まあ、クオリティとかね、もともと、安定してる作品だったんですけども、今回の挽回はもう、ものすごく大きくてですね。まあ、改めてのその逆勘違いの徹底ぶりもすごかったんですけども、やっぱこの、まあ、見せ方もそうだし、また新たなキャラみたいなの出てくるんですけども、そこまた面白かったし、まあ、この作品はちょっと笑いと、なんかその、ノールっていうそのもうめちゃくちゃ世間知らずなんですね。ずっとなんか山ごもりして修行してましたみたいなキャラなんで、なんで本当に全然何も知らないですよ。その何も知らないからこそ生まれる新たな価値観っていうか、純粋なその思いというか、その何にも囚われない思いっていうのはやっぱ面白いなって感じる今回でもありましたし、素晴らしかったですね。いや、めちゃくちゃやっぱパリもおもれえなっていうところで、はい。だし、まあ、このパターンでね、毎回行っても、まあ楽しめんじゃないかなっていう感じがね、やっぱしましたよね。っていうところで、はい、パリー、っていうことをね、紹介させていただいたんですけれども、パリーもですね、ナローアニメというところで、もんじゃやっぱね、正直ナロー原作の作品が非常にやっぱ強いなというところでね、まあ元々ハズレ役は全然知らなかったパリー、まあハズレ役もでもなんかあれかな、多分コミカライズかなんかの広告見たことあったんです。パリーもね、やっぱ広告で結構見たことがあって、で、パリーって何やったの？パリインカみたいな。なんか悪系のパリンカみたいな思ったんですけど、僕はね。パリーってゲーム用語みたいなの全然知らなかったんですけど、受け流すみたいな意味があるんですけれども、はい。っていうのは、まあ、結構タイトルもキャッチーなんですけれども。パリーやっぱ面白いですね。まあ、これ予想通り面白いなっていう中で、ちょっとマンネリ感を感じてたんですけど、マンネリを打ち砕いたわけじゃないんだけど、やっぱ面白いっていう、この徹底ぶりからの面白さっていうところが、素晴らしいなっていうのをね、思いまして。はい。パリー。評価爆上げ作品でございます。ということでね。ネタバレなしでね、パリーも以上としまして、これは最後ネタバレありでね、話していきますんで、パリー6話まで見てない人はね、ぜひ6話まで見ていただいてから、またね、ご覧いただけましたら嬉しいです。はい、ということで、ネタバレの感想としてはですね、パリーに関しては、
魔族ってなんやみたいな。いや最高でしたね。魔族の子って言ってさ、もう魔族になるとかさ、あの帰りもなんかもうなんかロロっていうその魔族の子がね、前回が出てきたわけなんですけど、その子は運んであげて食材にしよう。もう勘違いの仕方が規格外すぎて、もうさすがに笑っちゃったんですけども、はい、っていうなんかこう徹底しながらのしっかり面白さ出してったりとか、やっぱその魔族の子を魔族って勘違いしてはいるんですけれども、何も知らないからこそのなんか純粋にこう助けてあげたいみたいな、あの思いつき、むしろ邪魔しちゃったからね、なんとかしてあげたいんだこの子をみたいなところの、やっぱこのノールの考え、そしてリーンがやっぱそこで影響を受けてくるんですよね。リーンが毎回勘違いするんですけど、リーンもリーンもなんかめっちゃいいようにノールを毎回主人公を捉えてるんですけども、やっぱその自分の当たり前にあったね、この魔族は悪いやつだみたいな、もうやっぱこいつらはもう入れちゃいけない国みたいな、この価値観とか考え見直していくっていうのがやっぱすごい最高だなってのを思いましたし、まあ強いの概念もねひっくり返しちゃって、ね、全部敵が弱いみたいになっちゃってますけど、はい、で今回のノールもね、やっぱこのえげつない毒をね、まあ、しっかり毒耐性やっぱあったわって感じ。前回無理やと思ったらね、どうすんだろうこれと思ったら毒耐性がもうバッチリありましたね。さすがのエピソード際だった感じ。そう面白かったです。今回やっぱその魔族のローロっていうキャラがやっぱものすごい悲劇的なキャラっていうのを、まあ、序盤の回想で描いてきた、まあ、そこがやっぱうまかったですけれども、うん、そこからちょっとローロっていうキャラクターが、あ、ただただ悪い魔族じゃないんだなっていうのが本当ひどい目に遭ってきた、魔族ってだけで迫害されてきた子なんだなっていうのを見せてからのやっぱノールの、まあ、あったかさでもあるし、まあ、バカさみでもあるんですけれども、そこの見せ方と、まあ、あのカエルもですね倒していくってところの、また強さ、そして、まあ、そのリーンがまた勘違いしてそこをまあいい影響を受けるみたいなところで、で、まあ、また新たな刺客が最後登場して終わるっていう6話でしたけれども、はい、面白いですね。まあ、そのさすがにね、あのノールが自分も悪いことしたのにめちゃくちゃ笑いましたね。絶対違うやんって分かるやろ、絶対違うやろ、うまそうとか言って違うやんみたいな、いや食べれないよみたいな。はい、ということでね、うん、やっぱまあしっかり笑わせていただきながら、やっぱそのなんかあったかさとか、やっぱこうすごい これまでになんかなかった視点からノールってやっぱキャラクター見てくるもんですから、だからこそ面白さ、絶対ありえないじゃん普通だったら。で山籠もりしててもありえないんだろうけど、魔族みたいな。はい、ってとこ、その徹底ぶりがやっぱすごいなって思いました今回は。なんかそろそろ僕はやっぱちょっと変えてくるかなと思ったんですよね。なんかいくらでもちょっと変えてくるかって、パリはするだろうけどみたいな、うん、とこあったんですけど、まあ見事でしたね。もうめちゃくちゃ面白かったし、やっぱ今回の挽回やっぱ大きかったですね。やっぱ失速は正直最近感じてたので、やっぱ一気にまた面白さ取り戻したなっていうね、うん、感じがしまして、はい、やっぱあのパーティーっていうか、あのね、あのコンビもまたねすごいいいなっていうところで、ございまして、パリと今回ハズレ枠評価爆上げ作戦させました。はい、という感じでですね、まあ、今回の、まあ、今期2020夏アニメ、まあ、最近失速を感じてもうダメかと思った中での評価爆上げ作品、全2タイトルですね、ハズレ枠とパリ紹介させてきました。最後までありがとうございましたということでね、いやー今期もやっぱね非常に新作面白いなっていう中で、6話、まあ前回やっぱ4話とかね一区切りでまた盛り上がってる作品も多かったですけど、今回6話でねまたこのハズレ役パリおもれーってなりましたんで、やっぱナローアニメほんといいですね。やっぱ結構ナローアニメっていうだけでね、初期ナロー原作とか聞くだけで見るのね気にしてる方も多いかもしれないんですけども、これ見た方がいいですわ、あれ面白いぞっていうところでね、なかなかこうね、そんななんか超強力タイトルみたいじゃないタイトルでしっかりこう面白いやつが出てこないんで、なかなかね、まあ治癒魔法とかね前もあった時ありましたけれども、っていうところで、非常に面白かった、ちょっと、ね、購入作品ここからも楽しみですし、でパリに関しては、まあ、引き続きですね、やっぱこうマンネリ化しないためにどうしてくるのかっていうのはやっぱ見物かなっていうのは思ってますし、ハズレ枠やっぱぜひとも続編来てほしいなっていう感じがね、してますね。それぞれですね、またここからも楽しみに見ていきたいなと思います。またねもっと面白い回答が来たり、まあ、単体でもしかしたら上げるかもしれないなという感じでございます。まあ、それ以外もねまた面白いアニメとか、あの評価一変した作品とかねあれば動画ね撮っていきたいなと思います。はい、ということで以上となります。皆さんね感想とか、また原作者の方補足とあったらねコメントいろいろお待ちしてますし、またねいろいろ動画も出していきます。ぜひお気にチャンネル登録、高評価もしてください、嬉しいです。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。